はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん夜食やね、ダイエット中のね、その小腹が空いたなっていう時にね、なるべくその食べても太らないものでね、お腹をね満たしたいもんですよね。なので今回はですね、その低カロリーでお腹いっぱい食べても罪悪感なしの食材をね、いくつか紹介します。まずはね、キャベツでございます。キャベツはね、1人前の量でね、 150g がね、約3キロカロリーとね、低カロリーでございます。次は豆腐です。低糖質で低脂肪な食材でございます。そしてね、次はね、タコです。タコね、あのウニョウニョウニョって言ってるタコね。タコはね、良質なタンパク質をね、含んでまして、低脂肪、低カロリーでございます。そのタコはですね、免疫やね、細胞分裂の代謝などにね、重要なね、亜鉛とかナトリウムをね、排出してくれるカリウムですね。で、ナイアシン、美容に必要なビタミンであるパンテトン酸っていうのをね、含みます。そしてね、鶏胸肉ですね、高タンパク&低脂肪のね、チキンブレストです。ではこれからね、それぞれの栄養素と体にどんな効果があるのかをちょっと詳しくお話しますね。でまずキャベツなんですけどね、キャベツはね、痩せる薬とも言われてまして、胃の痛み、不快感やね、糖尿病やね、便秘や吹き出物、がんの発生まで抑えてくれて効果が期待できます。またキャベツに含まれるビタミン U はですね、胃の粘膜やね、胃壁を保護する働きをする栄養です。でこれらね、熱に弱い成分なので、ビタミン U を意識して摂取する場合にはですね、まあ、生で食べるか、さっとこう湯通しした程度のものをね、使用するのがね、いいと思います。そしてね、煮たキャベツを食べ続けることにね、がん予防にもつながると言われてます。でもね、キャベツはね、煮すぎないことがポイントなんです。煮汁も捨てずにね、一緒にいただくとね、効果がね、もっと高まります。しかしね、ビタミン U やビタミン C っていうのはですね、効率よく摂取するためにはね、生で食べることをおすすめとね、紹介しましたけども、まあ、生のキャベツにはね、体をね、冷やしてしまう性質がありますので、冷え性な人はね、食べ過ぎないように注意してください。そして次はお豆腐でございます。お豆腐にはですね、大豆イソフラボンをはじめとしたね、栄養素がね、豊富に含まれていましてですね、美肌効果とかバストアップ効果が期待できます。またね、高タンパクで低カロリーというね、ヘルシーなためにですね、ダイエット食品としても注目を集めています。豆腐にはですね、タンパク質やカルシウム、イソフラボンやビタミンの他にですね、マグネシウム、カリウム、亜鉛といった体にいい栄養素がね、豊富に含まれています。特にね、豆腐に含まれている大豆イソフラボンっていうのはね、女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをしてくれる成分です。イソフラボンを摂取すればですね、ホルモンバランスが整いやすくなり、バストアップ効果も美肌効果も高くなります。まあ、栄養たっぷりでね、ありながらですね、絹ごし豆腐はね、1丁150キロカロリーとね、木綿豆腐は1丁で200キロカロリー程度とね、低カロリーなのでダイエットにもね、最適です。結構ね、1丁ってね、大きいと思うんですよね。だからね、あれだけ食べてもすごいお腹いっぱいになると思います。そしてね、次はね、タコです。タコね、海の中でウニョウニョってしてるタコですよ。でタコっていうというのは高タンパク質にもかかわらずですね、低カロリーのね、万能素材なんですよ。で低カロリーであるがゆえにね、ダイエットにも適してます。そんなね、タコのね、栄養素とね、効果なんですけどもね、まずはね、ビタミン B12 でございます。これはですね、その赤血球を作る大事な、ね、役目をね、持った成分になります。そしてね、神経の働きを助けてくれてね、この正常に保つようにね、助けてくれる成分なんですよ。そして次はビタミン E です。ビタミン E はですね、肌の細胞などをね、活性化させてくれる役割を持っています。体内のね、脂質のね、酸化を防ぐことでね、老化防止にね、一役買ってくれる成分なんですよ。すごいですよね、ビタミン E ね。そしてミネラル成分ですね、マグネシウムとかリンなどがね、豊富に含まれております。でこれらの成分っていうのはね、この神経の興奮をね、抑えてくれたり、エネルギーを作り出してくれる手助けをね、行ってくれます。マグネシウムはね、アーモンドとかね、あとリンはね、お魚とかね、お肉からもね、多く摂取することができます。あと次はね、タンパク質ですよ。タンパク質ね、タコはね、高タンパク質のね、食材としてもね、知られてますけどもね、そのタンパク質は三大栄養素の一つであってですね、血液、筋肉をはじめとするね、人間の活動に必須となる成分です。またね、このエネルギー源としてもね、働く成分になります。タンパク質はね、大事
ですよ。だからね、で次はねタウリンでございます。でこちらもねタコにはかなりね多く含まれている成分なんですよ。ね、主にねその疲労回復効果が、ね、あるね成分になります。このねタコっていうのはね食材の中でもねトップクラスのねタウリンの配合率をね示しているので、タウリンの摂取としてねタコを食べるのはねいいと思いますね。ほんまにあとね目や肝臓のね健康維持にもねタウリンの働きによる効果がねすごい出てきます。薬局薬店にてね販売されている栄養ドリンクとかね目薬などにもねよく含まれている成分なんですよ。つまりはですねタウリンにはね眼病予防やね疲労回復がね期待されます。まあ細かく言うとですねタウリンがね直接的にね疲労回復に関わる成分をね持つのではなくね交感神経の抑制によって血圧を下げたり網膜のね修復といったね能力を持っているというね側面があります。そういう側面からね肝臓や目のね健康維持につながる効果ね効能をね持っていることにつながります。あと次はですね動脈硬化の予防です。動脈硬化の予防としてもねタコはかなり期待できる効果効能を発揮してくれます。まあそれにはですね先ほども言いましたの老化を進行を抑えてくれる効果を持つ、ね、そのビタミン E がね重要となってきます。そのビタミン E はですね若返り成分とも呼べるね活性促進につながる効果を持つ成分なんです。まあ、主にね性ホルモンに関わる成分としてね生み出してくれるので、まあ、男女問わずにですねホルモンの活性化をね行ってくれるためにですね、若さと健康維持につながるということになります。まあ、結果的にですね血液がきれいになってサラサラにしてくれるので、ね、血液がドロドロかもってね思ってる人なんかね、まあ、ね進んでね摂取してくれればいいと思います。そして次はね鶏むね肉ですね。まあ、タンパク質はねさまざまな種類のアミノ酸がね組み合わさってできていますけどもね、その豆腐などの植物性のタンパク質にはその体に必要なアミノ酸のバランスがねちょっと足りないので、まあ、別の食材で補う必要があるんですよ。まあ、その点ね動物性のね鶏肉のタンパク質っていうのはですね体に必要なアミノ酸がバランスよく含まれてますので、まあ、鶏肉だけでもね強いて言うならタンパク質がしっかり取れるわけなんですよ。さらにですね鶏むね肉のタンパク質にはですね幸せホルモンの、ね、材料となるトリプトファンとかね良質な睡眠に欠かせないグリシンといったねアミノ酸が豊富に含まれてます。鶏むね肉のタンパク質はね体だけでなくですね精神の健康にも非常に役立つ栄養素なんですよ。特にね運動をしてない人、まあ、僕のようなね一日中運動をしてない人のタンパク質もね、まあ、1日あたりのね必要摂取量はね体重かける1から 1.5 キロと言われてます。運動をしてる人やね体を鍛えてる人っていうのはね、まあ、さらに多くのタンパク質が必要となるので意識してね取るようにしていただきたいですね。鶏肉はですね低脂質な食材なんですけどもね脂質のバランスもね実はね取れているんです。脂質もタンパク質もねアミノ酸のようにねさまざまな種類のね脂肪酸がね組み合わさってできています。でこの脂肪酸はね大きく分けてエネルギー源になる飽和脂肪酸とコレステロールを減少させる不飽和脂肪酸に分かれていますけども、この鶏むね肉の脂質っていうのはですねこのね2種類の脂肪酸がねバランスよくね含まれてます。牛肉やね豚肉はね飽和脂肪酸が多くてですねそればっかり食べてるとですねその不飽和脂肪酸がねなくなってきて飽和脂肪酸の方にね偏ってしまうんです。鶏むね肉の不飽和脂肪酸はですね牛肉や豚肉に比べてもね多く含まれてねバランスをね取りやすいためにですね脂肪の質という点でもね鶏むね肉はすごいおすすめです。鶏むね肉に含まれているビタミン B6 っていうのがあるんですけども、これはですね補酵素と呼ばれてですね体の酵素を、ね、助けてくれて代謝を促進してくれる役割を持っています。そんなビタミン B6 はね特にねアミノ酸の代謝を助けてくれて皮膚を丈夫にしたり免疫細胞やね神経をね強化する血液の中のね赤血球をね作るなど健康的な体を維持するのになくてはならないビタミンなんです。さらにねビタミン B6 っていうのはですね脂質やね炭水化物の代謝もサポートしてくれてますので代謝がうまくいかないとね肝臓やね内臓にね脂肪が溜まってしまうためにですね適切なエネルギーや細胞膜の変換をねサポートしてくれるビタミン B6 はですねダイエットにも効果的と言われています。そんなねビタミン B6 がね不足してしまうとですね肌荒れとか吹き出物ですよね、あと口内炎などね肌のトラブルはもちろん貧血やね胃腸の不調、胃腸の不調ってなんかね陰を踏んだ感じで言ってましたけども、あと手足のしびれなどにつながっています。あとね、まあ、ビタミン B6 はですね水溶性ビタミンですので、まあ、一度に取りすぎてもね尿と一緒に体の外に出てしまいます。まあ、そのためにねビタミン B6 をしっかり働かせるためにはまとめてはなくて毎日少しずつね取ることがね重要です。まあ、そんな感じでねキャベツ、豆腐、タコ、鶏むね肉をね紹介させていただきました。まあ、どれもねまとめてがっつりではなくてこまめにこまめに毎日少しずつ食べるのをおすすめします。まあ、これら
をまとめてね、あのオリーブオイルでニンニクなんか入れてですね、アヒージョなんかにしてもね、すごい美味しいでしょうね。ぜひ食べてみてください皆さん。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。